ございます。ガスでございます。今日はですね、メンデル川崎店さんにお邪魔しておりまして、今回はね、つけ麺をいただく予定なんだけど、詳しいメニューはお店にお任せしておりまして、出るまで僕も何が出てくるか分からないんですよ。なんで、ちょっとお楽しみということで、楽しんでいただいていこうと思います。今回いただくのがこのつけ麺のチャレンジメニューなんですけど、制限時間がまず20分で、量でいうと茹で前の麺量で1キロで、豚が1本で他は野菜って感じで、一応スケジュールの方に関しては会員はしなくてもよくて、このね、固形物だけ完食できた場合には成功となるみたいです。一応、ね、失敗で3500円のお支払いとなります。またね、このつけ麺のチャレンジ以外にも、ラーメンのチャレンジメニューもあるんで、こちらのね、詳細は公式のお店のツイッターをご覧になってください。ちょっと難易度高いんで、辛くなったらすいません、ちょっと頑張ります。はいはい、すいません、いただきます。はい、20分これやっぱりごめん、チャーシューかな、麺が麺がいけない、できすぎて、やばっ、うん、めちゃくちゃうまい。
全然大丈夫です。はい、カレーの方の食材は完食でございます。
だいぶ必死すぎて汁はめがすごい